皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウイレ2020やっていきたいと思います。はい、ということで今回はね、来週の月曜日、9月23日秋分の日に、来るクラブセレクションの選手の、能力をね、4チーム分一気にね紹介していきたいと思います。はい、で来週来るのが、アーセナル、そしてユナイテッド、あとレアルとアトレチコ、こちらの4チームになります。なのでまあライセンスがもう関係ないという感じになってしまいますね。で、こちらのまあ4チームは、ね、実際にまあ直接対決があって、来週末にアーセナルとユナイテッド、あとマドリーダービーがね、来週末にあるので、まあ、来るということなんですけど、やはりね、これすべて引くとなると、1200コインという感じになってしまうので、なかなかね、無課金だったり微課金だったりする方はかなりね厳しいところなんですけど、まあ、こちらの動画でね、どれを優先して引けばいいのか、まあ、そういうのを見定めるね参考にしていただければと思います。はい、ということで、まあ、4チーム分一気にやるので、今回はね細かな能力は見ていきません。まあ、ざっとは見るんですけど、まあ、見逃しているところもあるかと思いますのでね、その点は、動画を止めるなどしてね、ぜひご覧ください。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで早速ね能力見ていきましょう。まずはレアルからいきたいと思います。今回はご覧のように2名ずつね、紹介していこうと思います。まずはアザール、こちらが総合値91ということで、90超えてきますね。能力の方も、足元系、ボールコントロールからドリブル、ボールキープまでね、95近くあるという感じです。で、あとスピード瞬発もね、もちろん90超えてくると。はい。で、ボディコンも96ですね。で、後半は8という感じになります。はい、続いて紹介するのがベイル。こちらが、スピードとキック力、こちらがね、90超えてくるという感じになりますね。まあ、あとも結構伸びてはいるんですが、まあ、アザールに比べるとちょっとって感じはしますね。はい、後半と、逆足、精度頻度1ですね。はい、後半は5です。はい、続いて紹介するのが、センターバックのセルヒオラモスとバラン、こちらが、能力こんな感じで、まあ、ラモスは1回 FP になっているのであまりそんなに変わってるようには感じませんが、ジャンプが98、あとはディフェンスセンスは90いかないですね。ボールダッシュとアグレッシブネス、こちらが90超えて、ヘディングが94と、総合値が91という感じになります。後半7ですね。で、一方のバランは、総合値90、初 FP 化で90ということで、なかなか高いんじゃないでしょうかね。ジャンプとか、まあ、ヘディングとかはラモスに負けますけど、やはりフィジカルとディフェンスセンス、こちらは高くなってきます。ボールダッシュとかね、アグレッシブネスは、ラモスよりはちょっと低いという感じですかね。はい、どうなんでしょう。ただまあスピードがあるのがバランという感じですね。これは強そう。後半は5ですね。続いて紹介するのが CMF のモドリッチとクロース、能力はこんな感じです。モドリッチは後半7ということで、結構いいんですが、結構足元がねやはり高いですね。足元、ボールコントロール、ドリブル、ここら辺は90超えてきて、パスの方も95、93という感じでかなり高いですよね。スピードの方はまあクロスに比べると、結構高いという感じですかね。あとボディコンの方もクロスより12高いという感じになります。で、一方のクロスは、総合値91、初 FP 化ですね。こちらが足元96、ボールコントロール96、あとはパスが、まあ、若干モドリッチより低いぐらいですかね。はい、まあ、ただ決定力の方は、モドリッチより6高い、82ということでなかなかいいんじゃないでしょうか。まあ、スピードはそこまでありません。そうですね、あとの項目は結構似てて、まあ、ボディコン以外はほとんどまあ似たような数字かな。あとフィジカルとかが、クロスの方が高い、あとキック力がかなり高いですね。逆足が33で後半は5ですね。最後紹介するのがベイルと違いますね、ベンゼマとクルトは、こちらが、ベンゼマまず91という感じになります。やはりこちらもまあ足元しっかりしているセンターフォワード、決定力の方は92までいくという感じですね。はい、まあこれはレベマじゃないのでもうちょっといくんですけど、実際には。はい、でスピードの方も80に乗ってきて、まあ、まずまずいけるんじゃないでしょうか。キック力も89、フィジカルが86、なかなか強いんじゃないですかね。 FP だと多分 2,3 ぐらいは上がるんじゃないですかね。はい、もうちょっと伸びてくるとは思います。逆足が前作3だったような気がしますが、まあ、気のせいかもしれません。今は6のままですね。はい、でクルトは、こちらも FP は初めてですね。総合値のは90、こちらはレベル1で90ですね。で、フィールドプレイヤーの能力でいうとフィジカルの方が90ということで高くなっています。まあキーパーでこれぐらいあるのはなかなかいないかもしれないですね。はい、守備的キーパーです。はい、
で、キーパーの能力、ご覧のような感じで、上から93、94、92、97、97ということで、まあ、すべて、まあ、カンストはちょっと厳しそうですね。下の2つはカンストしそうですけど、そうですね。クリアリングキーパーセンスは、とりあえずカンストしなさそうなので、うん、そうですね。まあ、96、7ぐらいで止まってしまうんじゃないかなと思います。はい、ということで、こちらレアル、かなりね、引く価値はありそうな感じしますね。アザール、もちろん強いですし、ベイルとかね、結構 FP 化されるのが初の選手も結構多いので、かなりね、好きな選手もいるかもしれません。あとは、まあ、モドリッチとかバランとか、ここら辺もかなり強いんで、あとラモス、前回ね、代表 FP の方で取れなかった方は、ここでね、狙ってみるのもいいかもしれません。結構当たり選手がこのチームは多いですね。はい、続いて紹介するのが、アトレチコマドリード。まずはオブラクとヒメネス、能力はこんな感じです。こちらオブラクは総合値が92、コマンが7という感じになっています。特にフィールドプレイヤーで90超える項目は他はないですね。で、逆足が11です。まあ、キーパーなので、まあ、そこまで影響はないかもしれませんが、はい。で、キーパーの能力は上から98、96、96、98、96ということで、うん、そうですね。96のところ、もしかしたら98で止まるところあるかもしれませんが、とりあえず、センスとコラプシングはカンストします。おそらく。はい。で、続いてがヒメネス。こちらは総合値が87なので、うん、そうですね。バランとかラモスに比べるとちょっと見劣りするかもしれません。ジャンプとボールダッシュの方が90超えてきます。ディフェンスセンスは87なので、ね、まあ、レベマにすれば90は超えますけど、うん、そうですね。ちょっと、ここは、ちょっと引っかかる部分ではあるかもしれません。スピードは、おそらくレベマンするとどちらも80乗るんじゃないかなと思います。まあ、なかなか、フィジカルとかボディコンじゃなかったフィジカルね、89なので、まあ、90超えてくるのでなかなかね、対人戦とかは強そうですけど、まあ、スピードはまあまあという感じですかね。はい。続いてが CMF のサウールとコケ、能力こんな感じで、サウールが総合値90ということで、90乗ってきます。ドリブルとグランダーパス、こちらが90超えてきますね。かなり強いんじゃないでしょうか。個人的には、まあ、ディフェンスの能力も高くて、まあ、スピードもそこそこある、こういう中盤の選手好きなので、なかなか強いと思います。コンアも7なので、良好という感じですね。はい。続いてがコケ、こちらはグランダーパスが90とスタミナが90という感じになっています。まあ、やはりパスとか足元は高くなってますが、サウルに比べるとスピードがやや低くて、ディフェンス能力も低くてというところで、まあ、CMF で、ディフェンスとか、まあ、その点を考えるとやはりサウルかなと個人的には思います。ただプレースキックは、コケの方が高いですね。はい。で、逆足の精度頻度が33の6、コンアンは6となっております。続いてが攻撃の選手、モラタとフェリックス、能力はこんな感じで、フェリックスは金にね、残念ながらなるみたいですね。まあ、それでもまあ、育成すれば化けると思うんでね。はい。まず、モラタは、ヘディングが90ということで、あとは超えませんね。ただ、まあ、スパサブ持ちなので、まあ、能力実際にはこれよりね、5ぐらい高いと思った方がいいでしょう。決定力が93ぐらいあるという感じになりと思います。まあ、レベンマにすればもうちょっと伸びます。はい。逆足の精度の方が3で、コアは6です。はい。前作よりも上がりましたね。続いてがフェリックス、こちらが、総合値が84ということで、まあ、うん、どうせなら85でも良かったんじゃないかなという感じはしますが、84ですね。スピードの方もなかなかあって、まあ、レベマにするとそうですね、やはりかなり伸びると思うんで、そうですね、多分90近くにはなるでしょう。90超えてくるかなぐらいになると思います。決定力も多分90超えますね、この分だと。はい。それからまあ足元系も90超えてくると思うので、ね、なかなか強いと思います。はい。あとはそうですね、ボディコンも90超えますね。で、逆足精度頻度両方3で、コンアンは6、こちらもね、コンアンは今作上がっております。続いて紹介するのが、パーティーとトリピア、こちらが、総合値はご覧のような感じで、まあ、90は超えてきませんし、まあ、能力の方もね、残念ながら90超える項目が、どちらの選手もありませんが、パーティーについてはやはり守備能力がめちゃくちゃ高いですね。DMF でこれだけある選手はなかなか、うん、いないかもしれない今のところ。はい。あとフィジカルだったりジャンプとかキック力とか結構、まあ、その
体の強さで活かせるようなものが高くなっています。スピードもまあ80近くあるので、まあレベマにすれば85近くにはなるんじゃないかなと思います。パスも良好ですね。若干足元が今のところ低いですが、まあレベマにすれば80は超えます。逆足は33のコアン6ですね。続いてがトリッピア、こちらはサイドバックの選手ということで、そうですね、スピードが82なので、レベマにするとどこまで伸びるかっていうところですかね。まあ85は超えるんじゃないかなと思います。あとディフェンスセンスはそこまで高くないので、そうですね、行っても80手前ぐらいで止まってしまう可能性があるので、その点はご注意くださいという感じですかね。はい、ということで、まあ、アトレチコでやはり当たりなのが、まずキーパーいなければオブラクもちろんですし、あとサウル、そうですね、ここら辺は強いんじゃないかな。あとモラとフェリックスね。あとフェリックスに関しては、まあ育成がどうかっていう話なんですけど、まあこの辺りかなと思います。まあパーティーだったり、まあヒメネスもそうですね、なかなかそのポジションに今レギュラー張れるような選手がいない方は結構当たりという枠になりますかね。ちょっとトリッピアとコケは若干他の選手と比べるとって感じはしますね。はい、続いて紹介するのがユナイテッド、能力はまずはデヘアとショー、見ていきたいと思います。こんな感じですね。デヘアの方は総合値91、になります。ルクショーは、総合値85ですね。能力の方は、デヘアは特にフィールドプレイヤーは80超える、じゃなくて90超える項目は特にないですね。フィジカルも83と、まあ先ほどね、90の選手もいたのでちょっと低いですかね。で、ゴールキーパーの能力の方は、上から99、95、94、99、98という感じでになります。そうですね、ドンナルンマの件があるので、やはり、カンストはしないと思いますが、まあ、ディフレクティングはカンストで、キャッチングとクリアリングは98、7とかで止まってしまうかもしれませんね。はい、で部屋はこんな感じです。続いてがルークショー、こちらは、スピードの方がね速くなってますね。90と86の瞬発という感じになります。まあディフェンスの能力はそこまでは高くないですが、まあレベマにすれば、それぞれ80は超えてくるかなと思います。足元もまあしっかりありますが、ボールキープだけ73ということでやや低いので、この点が、そうですね、80は多分超えないので、まあそこら辺気になる方はっていう感じですかね。はい、続いてが CMF、 まずはポグバとマクトミネ、紹介します。ポグバの方が総合値91ということで、かなりね伸びているという感じになります。ボールコントロールの方が93、あとはキック力とフィジカル、やはりここら辺が強みですかね。90超えてきます。そうですね、決定力は77ということでやはり低いですかね。でパスの方はまあ80後半、まあ90近くあるという感じです。どうなんでしょうか。まあ、ディフェンスの能力は、まあ、マクトミネの方が高いですね。はい、で、そのマクトミネは、総合値の方が84ということで、金の選手ですね。はい、能力の方はやはり、まあ、ポグバと比べてしまうとって感じはしますが、まあ、80というか90を超える項目はございませんという感じですね。スタミナが88だったり、フィジカル86だったり、グランダーパスの方も86ということで、まあ、ところどころね、80後半の能力もありますが、若干、見劣りはしてしまいますかね。はい、で、コンアンは5です。育成は、まあ、そこそこはできるかなと思います。ただ、20歳は超えてましたね、確か。続いてが、守備的な選手、リンデロフとマティッチ。まずはリンデロフが、総合値88ということで、まあ、スピードの方も80両方超えてくるので、まあ、レベマにすると、まあ、85ぐらいにはね、なるんじゃないかなと思います。まあ、ジャンプとかフィジカル、この辺が、特にフィジカルは85なので、まあ、クリバリとか、まあ、そのあたりと比べてしまうとという感じはしますね。で、ディフェンスセンスも、今のところ、まあ、90届きませんが、レベマにすれば80じゃなくて90は超えます。アグレッシブネスも、まあ、90超えるんじゃないでしょうか。まあ、足元も、まあ、しっかりあるとはいえ、まあ、ドリブルがやはりこちらも低いですね。まあ、その点が気になる方はやはりラモスとかバランの方がいいかもしれません。コンアンは6ですね。続いてがアンカーのマティッチさんですよ。なんかマティッチの発音がなんかおかしかったけど、総合値の方が88ということで、こちらは90超える項目が一つもありません。まあ、一番高いのがディフェンスセンスボールダッシュ、こちらが89ということで、まあ、ほぼ90ですかね。はい、レベマにすればまあ92、3ぐらいにはなるんじゃないでしょうか。でスピードの方が、まあ、若干やはり遅めにはなっていますが、まあ、スピードは80超えますし、瞬発は多分超えませんね、これは。
まあ、78とかで止まってしまいそうですが、まあ、そこそこは使えそうですね。ただ足元が若干低いのでカッサライとかに、合いそうな能力なので ご注意が必要かなと思います。コンアは6ですね。はい、続いてが、フォワードの選手、まずはラッシュフォード、そしてマルシャル、こちらがまあ両方とも総合値は88ということで同じですね。で、項目見るとラッシュフォードの方はボールキープとあとスピード瞬発、こちらがまあ90超えてくるという感じになりますね。で、決定力とか、まあ、オフェンスセンスはそこまで高くないんですね。その点がちょっと気にはなりますが、まあ、レベマにすると90は超えるでしょう。はい、あとはスタミナも結構高いですね。で、続いてがマルシャル。まあ、マルシャルは、サイドの選手なので、登録自体が。まあ、そこら辺でラッシュフォードと若干違いますが、こちらはドリブルとスピード瞬発が90超えます。はい、あと決定力は86、しかもオフェンスセンスも86なので、ラッシュフォードよりもオフェンスセンスは1高いということになります。ボールコントロールも88だったり、ボールキープの方も87と、あとカーブも高いですね。はい、そこら辺が高くなっています。逆足の精度の方が3になってますね。コンアは5です。はい、ということで、ユナイテッド、まあ、やはりデヘア、ポグバ、ここら辺になってきますかね。まあ、後の選手も強いんですけど、ちょっと代わりの選手がもしかしてチームにいたら若干見劣りする選手もちらほら見受けられます。特にマクトミネはどこまで育成できるのかがちょっと注目かなと思います。はい、最後に紹介するのが、アーセナルですね。アーセナルはまずはオバメと、ラカゼと乗るこんな感じです。どちらも総合値は90を超えてきます。で、オバメからいきましょう。まずオフェンスセンスと決定力、スピード瞬発、こちらが90超えて、スピードはもうすでにカンスト、これはレベル1ですね。で、瞬発もおそらくカンストコースだとは思います。まあ、あとはキック力が85だったりとか、まあ、足元もそこそこ、80は超えてきてるので、まあ、前作よりなんか強くなった印象はありますが、まあ、FP だからですかね。ちょっとそこら辺わかりません。コンアは6ですね。逆足の精度が3になってます。続いてラカゼと、こちらも総合値は90超えて、決定力が90を超えてくるという感じですね。で、スピードの方もまあまずまずあるので、90は、レベマにすると超えてはくるという感じですね。で、足元の方も多分ここら辺はレベマにするとね、90超えてくるので、まあ、なかなかね、数値は高いかなと思います。まあ、やはりでも基本的に当たりはオバメという扱いにはなってくるんでしょうかね。コアンも、ラカゼとは5ですしね。はい、続いてが、守備的な選手、ソクラティスとコラシナツ、能力はこんな感じです。ソクラティスが総合値89、コラシナツが88となっています。まずはソクラティス、こちらはジャンプとフィジカルと、ボールダッシュアグレッシブネス、こちらが、90超えてきます。やはりセンスの方が、90超えないので、まあ、レベルまですると超えますが、そこら辺はどうなるかという感じですね。ヘディングの方も89止まりでしたね。はい、ただまあ強いのは間違いないと思いますし、スピードご覧ください。もう90多分レベル1すると超えてくるので、かなりおすすめの選手ですね。瞬発の方も80.23ぐらいにはなると思うので、かなりね、速い選手ではあるかなと思います。バランよりもしかすると速いかもしれないですね。ただ逆足の精度の方が1なので、まあ、ご気をつけくださいということで、足元も基本的には60台なので、ここら辺も注意が必要ですね。はい、続いてコラシナツ、こちらはまあ身長の高い、サイドバックということで、フィジカルが93だったり、スタミナ、あとアグレッシブネスも90超えてきているということで、かなりここら辺が高くなっています。で、足元が若干この選手は80超えないので、そこが心配かなというところですかね。はい、スピードは84、まあ、まずまず高いですが、瞬発が80超えてきていません。で、ディフェンスの能力もレベマすれば80は超えますが、今のところセンスの方が78ということで超えてきませんね。はい、コマは5です。続いてが、中盤の選手見ていきましょう。ジャカとグエンデジ、こちらがジャカの方が89、グエンデジは、金玉の84となっています。ジャカは、フライパス、キック力、アグレッシブネス、こちらが、まあ、95近くあるということで、まあ、レベマンするとカンストするかもしれませんね、ジャカは。キック力とアグレッシブネスは、まあ、ただこの選手はコマン4ということで、ちょっと使いにくさは、今後ね、影響してくるという感じにはなります。
はい、続いてがグエンデジ、こちらはソゴチ84ということで金の選手ということになりますね。まあ、前作も FP の時は金だったかな。はい、まあ、そういう意味では変わりません、スタミナの方が90超えてくるということで、こちらは多分カンストするんじゃないでしょうかね、今作も。はい、あとの能力は、まあ、特に今のところは目立った項目はありません。アグレッシブネスがやや高いという感じで、こちらもまあカンスト近くにはね、レベル1するとなると思います。あとスピードだったり足元だったり、ここら辺も80、後半、90近くにはなると思うので、かなりね、楽しみな選手じゃないかなと思います。変な髪型したな。逆足精度の方が3で、コアは6となっています。最後に紹介するのがレーノとエジル、こちらが、レーノの方がソゴチ88、エジルが87となっています。まあ、レーノの方は特にフィールドプレイヤーの項目で、かなり高い方はないですね。まあ、80過ぎの項目は結構あります。ゴールキーパーの能力は、上から95、92、90、99、95となっています。まあ、コラプシングのみ、もうすでにカンストですね。あとは、まあ、センスとディフレクティングは、まあ、99になるかは分かりませんが、98ぐらいまではいくと思いますが、まあ、クリアリングとキャッチングは、なかなか厳しい、まあ、95は超えるかなぐらいでね、とどまるんじゃないかなと思いますので、そうですね、ちょっと、まあ、オブラクとかに比べるとって感じはしますかね、能力だけ見ると。はい、続いてがエジル、こちらがソゴチ87から、87からじゃなくて87ですね、グランダーパスとボディコン、それからボールコントロールが90超えてきます。そうですね、あとは、まあ、決定力75だったりスピード75、このあたりがちょっと嫌われるというか苦手に感じる方もいるかもしれません。足元がね、かなり強い選手なのでね、ただ逆足の精度の方が1ということで、右足は、ほとんど使えないかなという感じですかね。で、コアンが3ということで、こちらも結構厳しいですね。アーセナルは、まあ、コアン、低い選手も中に混ざっているので、その点が注意という感じですね。はい、ということでアーセナルでおすすめはやはりオバメ、ラカゼット、ソクラティス、グエンドジ、まあ、このあたりかなと思います。まあ、レーノとかもいいんですが、あとゴラシナツとかね、ジャカとかエジルに関しては今後ね、使う使わないでね、分かれてはくるかなという感じの選手たちだと思います。はい、ということで今回は来週月曜日に来るクラブセレクションの選手の能力をね、4チーム分紹介しました。いかがだったでしょうか。まあ、優先して引くべきなのは、個人的にはレアル、アーセナル、アトレチコ、ユナイテッドの順でね、引くのがおすすめかなと思います。まあ、すべて引ける方は全部引いていただいていいんですけど、まあ、コインがね、ない方は、その順番で引くといいかなと思います。はい、まあ、その辺は来週のね、お昼に、ライブ配信で実際ね、映像を見ながらというか画像を見ながら話していくので、また気になる方は、もしくはお時間のある方はね、ぜひご覧いただければと思います。はい、こちらのチャンネルではこういった情報系をメインにね、毎日動画を更新しております。こういった FP の情報だったりとか、 FP のエレベマの総合値能力値なども紹介してますし、予想の方もねやっています。あとはですね、最新情報とか役立つ情報系をメインに動画アップしてますので、気になる方はぜひチャンネル登録と、そして高評価の方もよろしくお願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。